大福やあんドーナツ、そしてあんパンなど様々なあんを使ったものが販売されています。種類豊富なあんパンはもちろん、和栗とあん、それにバターを挟んだパン、抹茶大福のベーグルサンドなど、あんこ好きにはたまらない一品が勢ぞろいなんです。 JR 黒崎駅前で始まった日本一あんパンが集まるパン祭りと謳われるあんパンパーク、たまらないですね。産声を上げたのはここ黒崎駅前なんですが、山口県や広島県のほか韓国プサンでも開催されて、今回で25回目となります。美味しかった、あんこ大好きです。いろんなところのパン屋さんが出てくるから、ちょっと気になるのを一個ずつ買ってね。県内外の42店舗が出店するアンパンパークは今日から15日までとなっています。